あの、大正論の記事が出たので、ご紹介させていただきますけども、悠仁くんの東大進学にメリットは一つもないと言われちゃいましたね。歴代天皇皇族が学習院進学を続けてきた学歴以外の理由と、本当に偶の根も出ない正論ですね。プレジデントオンラインですね。割とね、いい記事だと思いました。秋篠宮家の長男、悠仁くんの進学先が注目されていると、皇族の大学進学はどうあるべきなのかと、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員のね、藤沢さんは、東大への推薦入学とか、生物学の研究が盛んな大学名が候補として上がっているが、いずれもリスクがあると。そうですよね。将来天皇になられるからこそ、それはそうは思わないですけども、私は学習院へお進みくださいと、強く進めたいというと、天皇になられるとは思わないですけど、学習院を強く進めたい。まあ、それは賛成ですね。高校3年生になられた秋篠宮の悠仁くんの大学進学先はどちらといった憶測が飛び交っていますと、トンボなど生物学の研究が継続できそうな東大、筑波大、東京農大、玉川大などなど、紀子さんが熱望しているとされる東大推薦入学はオンライン上での反対署名に1万人以上が署名したとの報道もあって、もうこれも相当異例ですけどね、やや遠のいた印象でしょうかと。ここまで反対が出てしまうのはなかなかの異例で異常事態だと思いますけどね。で、お茶の水女子大附属幼稚園から現在買われている筑波大附属高校まで悠仁くんのために作られた制度と見られてしまうこともありましたと。見られてしまうというか間違いなくそうだと思いますけどね。同様の制度を活用して進学した一般生徒の例がほとんど聞こえてこないとも不思議でしたと。紀子様の特別入園制度に関しても悠仁くんが第1号であるのは丸見えで、それ以降は出てないんじゃないですかね。全然調べても出てこないし、悠仁くんのために無理やりこじ開けた制度なんじゃないのかなと。お茶の水の場合は悠仁くん在園資格満たしてないと、半径3キロ以内にいないといけないんですけど、秋篠宮家は5キロぐらいですから、残念ながら在園資格も入園資格も満たしてないわけですよね。車通学もダメであると。しかし車で通っていらっしゃった距離的にね、お茶の水も忖度して入れたんだろうなっていう。そんなことができるのは悠仁くんが皇族であるからで、宮内庁がかなり動いていたということで、国のね、公務員が何をやっているのかなって思うんですね。税金を使って雇われている人が秋篠宮の裏口入学手伝ってるんですか、そういった利用のされ方ですかって、よろしくないわけですね。だからそんな言い方されるぐらいだったら、やっぱおとなしく学習院行ってればよかったものをね、行かなかったわけですよね。この時点で不良皇族だなって思うんです、ね、不良やなって、皇室特権と見られてもやむを得ず皇室特権でしょう。定型校進学制度においてもそうですよ。その最たる事例が東大推薦入学になるんでしょうと。推薦入学は私学では一般的とはいえ、東大となれば国際数学オリンピックで入賞するなど一般入賞よりハードルが高いのが実態ですと。まあそうだよね。それに匹敵する実績を悠仁くんが出されているのか、どうしてもモヤモヤ感は否めませんってわけですね。推薦入試、トンボ論文が使われるでしょうから、トンボ論文疑義だらけですよね。かなり疑われてるわけですよ。強力なブレーンがついている論文ですし、悠仁くん本当に自分でやったんですかって思われちゃってるわけですよね。使わない方がいいんじゃないのかなと思います。そんな論文を使うと、いや悠仁くんの力でいったんじゃないんじゃないかって思われてしまう可能性が高いんですよね。やはり学習院行かれるのが一番いいんじゃないのかなと。学習院だとやはり叩かれないわけですよ。歴代そう進まれてきたわけですから、東大進学はかなり無理筋なんじゃないのかなと思うんですね。悠仁くんの現状の疑われてる学力だと、本当にね、実力だけで言うと東大の進学現実離れしすぎてるんですよね。特に推薦入学を狙うなんて無理筋な話ですよ。しかしそれを無理やりこじ上げてブレーンつけていこうとしてるんじゃないですかね。これはいかがなもんなのかな。このギャップが批判を呼んでるんじゃないのかなと思うんですね。吉宮殿下も東大進学言われたことありましたけども、全然批判なんて起こってないわけですよ。それは実力が伴ってたからですよね。悠仁くんの場合は伴ってないんですよ。そこがギャップとして生まれ上がってきて、なんで悠仁くんが東大なんて行けるんですかみたいな批判に繋がってるわけですよ。行けるっていうことは裏口ですよねみたいな話になってくる。端的に言うとね、やはり東大の推薦制度極めてハイレベルな生徒を対象にしてるわけじゃないですか。
具体的に言うと国際的な数学オリンピックとか生物学オリンピックとか大会での実績を持たれている、そういった超レベルの高い生徒の集まりですよね。実力や学力がズバ抜けていなければならないわけです。そうでないとそもそも推薦に値しないわけですね。現状の実力を北人くん単独でお持ちであるかって言ったら持ってないですよね。どう考えてもね。上田博士、ね、無理やりって疑われてるんですよ。厳しいと思います。北人くんは教科書レベルの話が分かんなかったり、数学や英語も苦手とされているし、国語も赤点レベルとか言われてもうボロボロですよ。共通テストも厳しいんじゃないかっていうレベルだと思うんですね。8割は取れないでしょ。そんな状況でね、東大の厳しい入試に通るだけの本当に実力っていう意味で学力を備えていると考えるのは無理なんじゃないのかなって。それをこじ開けてコース特権を行使しての進学、彼自身もそうだと思いますし、コース全体に深刻なダメージを与えると思うんですね。仮にこれがまかり通ってしまったらずっと言われるでしょう。あの人裏口で東大行ったんですよって。北人くんが仮に即位してしまった場合も、裏口の人が天皇になったと、裏口天皇があって言われちゃいますよね。いやー、これは深刻ですよね。裏口天皇なんて最悪ですよ。称号としては計り知れないダメージがコース全体に及ぶと思います。紀子さんは自爆行為をしてるんですね。東大進学は諦められた方がいいんじゃないのかな。一方で学習院大学の進学、批判を受けるリスクはほとんどないですよ。歴史的に皇族が通ってきた道であって、特権の行使ではないから。別にね、推薦で行こうが、批判されないですよ。無試験で入ろうが何も言われないですよ。伝統に則った進学でもありますし、悠仁くんにとっても重要なことを学べる大学だと思います。やはりそちらに行かれるべきじゃないのかな。しかし学習院も秋宮家に散々区切りをされてきたね。加藤さんもそうだと思いますし、メンツを潰されてきたわけですよね。今更感もあるんですけども、そこはね、秋宮家が頭を下げて、久人くんに重要な教育を与えるためにも、これね、久人くんね、学習院に行かれないと皇族としてやっていくのも厳しいんじゃないのかなと。こんな話もあるわけですね。学習院は生命科学があるらしいですね。できるじゃないですか。ですから、久人くんの進学にあたって、コース特権を使っても全く問題のない。むしろ自然な進学先がありますと。それが学習院ですと。本当に偶の音も出ないですね。だからこそ、学習院出身の筆者としては、今こそ久人くんに学習院大学へお進みくださいと。強くお勧めしますと。その通りすぎるんですよね。それに学習院大学理学部には、生命科学がありますよと。あるじゃないですか。じゃあそこ行けばいいじゃないですか。生物の研究ができる学科もあるんです。じゃあもうこれで解決ですよね。ですから学習院行かれるのがいいと思うんですよ。ほとんどリスクないですし、生命科学があるわけですから、久人くんが興味をお持ちであられる一応設定としては、生物学トンボの研究を継続するための環境が整ってるじゃないですか。あとは私は思うに、久人くん将来天皇になる可能性が低いんじゃないのかなと思いますね。なれないんじゃないのかなと。ですからね、紀子さんが熱望されている史上初の東大卒天皇という称号は全く意味ないんじゃないのかな。ですから学歴なんて必要ないと思うんですよ。そもそもその称号抜きにしても皇族に学歴など必要あるのかと。一般社会においては学歴はうまくワークすると思うんですよ。就職活動においてもそうだし、他の例えば本書くにしろ、東大卒が書いたってなったら売れるじゃないですか。キャッチコピーとしては優秀ですからね。この人優秀そうだなって印象を与えたり、学閥とかがある業界においてはうまくそれがワークするわけですよね。あとは一流の人脈があると思いますが、そういうところはすごい使えると思うんですけども、皇族においてはさほど必要ではないのかなと。というか必要ではないですよね。ですから学歴にこだわる必要なんて全くないと思うんですよ。東大卒の天皇を求めるよりは、本質的なものをもっと求めたらいいんじゃないのかなと思うんですね。久人くんに必要なのは国民寄り添い力なんじゃないのかと、一人にそう思うわけですね。今の久人くんで国民に寄り添えるんですかね。皇族の使命である象徴的な役割を担えるんだろうか。象徴じゃないですよね、今のところ。模範的ですかって言ったら、いや、答えはノーだろうし、
日本の伝統文化を広めてくれる人なんですか？そういうこともされなさそうだし、そういった学問を学ばれるべきだと思うし、プラスして一番重要なのは国民への寄り添いとか共感力とかだと思うんですけど、久人くん、無表情が多いんですよね。寄り添ってくださらないのかなと思うわけですよ。今の久人くんが寄り添われてちょっと困りますけどね。やはり学習院において学ばれるべきんじゃないかなと思います。今なんか上辺だけのエリートコースを歩もうとしてるので、それは最適な回ではないんじゃないのかな。久人くん、皇族として生きていく上でも、学習院の教育は役に立つと思うんですよね。文化的な知識とか国際的な感覚とか、社会全体との調和を学ばなければならないと思うんですよ。学習院は皇族のための学校ですから、そういった知識とか、完全に教育機関としてお持ちだと思うんですよね。そういったノウハウがすごい溜まってると思うんですよ。それを提供してくださるわけですから、皇族にとってはものすごくいい大学じゃないのかなと。皇族の立場にふさわしい教養礼儀作法、社会的な役割を教えてくださるいい大学かなと感じますので、もう今は潮宮、プライドを追ってでも学習院に行かれるべきかなと感じるわけですね。そしたら本当に丸く収まると思うんですけどね。久人くん、それしか道ないんじゃないのかなと。批判されない道はそこしかないのかなと思いました。はい。以上です。それでは皆様ご一緒に近しそうお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、さよなら。